こんばんは。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございます。つかぬことを伺うんですが、あなたは心療内科に行ってみたりとか、カウンセリングを受けたことってありますか？いや、実はこの間人生で初めて心療内科の受診をして、その後カウンセリングも受けたっていう日があったんです。心療内科とかカウンセリングを受診するっていうと、管理人さん何か辛いことがあるんですかとか、相当悩んでるんですかって思われるかもしれないんですが、そんなこともなくって、なんとなく自分の中で気になることがあって、その答えを求めてとでも言うんでしょうか、専門家の人に話を聞いてみたら何かわかるかもしれない、そんなことを思って初めて行ってきたんですよ。行ってきたんですが、別に行かなくてよかったかなって思ってしまったんですよね。逆にモヤモヤを抱えて帰ってきてしまったっていうのがあって、今日はそんな話を誰かに聞いてほしくて、よかったら聞いていただけませんか？ありがとうございます。心療内科とかカウンセリングとか、結果から言うと行かなくてよかったなとか、はっきり言えば時間とお金がもったいなかったなって思ってしまったんですが、人によっては心療内科にかかっていて先生に話を聞いてもらっていることでなんとか心穏やかに過ごせている人がいたりとか、カウンセリングを受けることによって少しでも前向きな気持ちで頑張れているっていう人もいるでしょうから、そのこと自体を否定したりとか、カウンセリングも心療内科も意味ないからみんな行かない方がいいよとか、そういうことではありません。それが必要な人にとってはとても大事なものだと思います。あくまでも私の中で煮え切らなかったっていう、そんな話なんですよね。そもそもなんで心療内科に行こうかなって思ったかっていうと、これだっていう一つ大きなものがあるわけではなくって、日々の積み重ねだったり、普段自分が考えていることだったり、小さなことがいろいろと集まって、それで自分が今抱えているこの感情って何者なんだろうっていう疑問が湧いてきちゃったんですよね。例えばこの間隠れ家でもお話をしたんですが、喜怒哀楽の感情がものすごく乏しいんですよ。楽しいことがあった時に楽しいなって感じなかったり、嬉しいことがあっても喜びの感情が出てこなかったり、悲しいことがあっても悲しい気持ちにならなかったり、その割に怒りの感情だけはちゃんと出てくる。不思議だねっていう話を前にしたことがあったんですが、そういうこともなんでなんだろうなって思っていることの一つだったりしたんです。楽しいことがあって楽しいって感情が出てこないっていうことは、
変じゃないですか。それで私自身すごく困っているとか辛いなって感じてはいないんです。でも自分を客観的に見てみたときに変だよなって思ったんですよね。これはあくまで一つですが、こういう自分に対してちょっと変じゃないかとかおかしいなって感じることがたくさんあって、困っているわけではないんだけれども、その自分の感情ってどんな意味があって出てきてるんだろうとか、この感情はどうすればいいんだろう、改善するために何かをした方がいいのか、それともそれが自分らしさだって言って抱えて生きていけばいいのか、なんか分かんなくなっちゃったんですよね。ですから一度専門家に話を聞いてみよう、そんな風に思ったんです。ですが私は昔から人に悩み事を相談したりとか話を聞いてもらったりとか、そういうことが苦手というんでしょうか、あまり得意ではなかったので、うまく話ができるかなとか、普段相談したりしない人間が急に自分の思っていることをちゃんと話したりできるんだろうかとか、いろいろと不安はあったんですが、まあとにかく行ってみようか、そんな気持ちになって行ってみたんです。時間になって先生に呼ばれて、先生はいろんなことを私に聞いてきました。生い立ちのこととか、家族構成とか、仕事の話、それも今の仕事の話、他にやっていた仕事はあるのかとか、どんな仕事をしてきたのかとか、学生時代の話とか、今まで自分が辿ってきた人生みたいなものを少しずつ聞いてきたんですよね。私はそれに対して淡々とその時思ったことだったり、自分が覚えていること、それを答えていったんです。一つの質問に対して答えを一つ話していくような感じですね。もう一つぐらい加えて何かを話そうと思うと先生に止められるんです。なのできっと今この時間は私自身のことをざっくりとどんな人間なのかを聞いていって、これを聞いた上でもうちょっと深い話をしたりするんだろうか、その中で何かわかることがあるのかな、そんな風に思って話を続けていたんです。その時間はだいたい20分間ぐらいでしたね。一通り話が終わって、先生がメモを取ってたペンを置いて一言こう言ったんです。治療の必要はないですね。その時私はでしょうねって思いました。そこからさらに話が進んでいって、私の深層心理というんでしょうか、心の奥底まで何か聞いてくるのかなって思ったんです。それをもってしてそば女さんが考えていることは別に変なことじゃないよ、
そう言ってくれてもよかったかもしれませんし、ちょっと変かもしれないね、そう言ってくれてもよかったかもしれません。私は治療を求めていたわけではなく、自分の抱えているこの感情が何なのか、ただそれが知りたかっただけなんですよね。ですが、治療の必要はないですね、その一言で片付いてしまいました。その後に話が進んだということもありません。もしかしたら向こうはプロですから、私が質問に答えているその様子を見ていて、この人は何の問題もないだろう、そうやって判断したのかもしれません。素人にはわからない、何かお医者さんだからわかるようなことがあったのかもしれないですが、それにしても煮え切らない、私が思っていたのとは違かったというのはしょうがないこともあると思います。私が勝手に想像を膨らませていっただけですから、それと違うことはあって当然かと思うんですが、それにしてもそんな言葉が心の中に出てしまったんですよね。なんか時間とお金がもったいなかったなーって思わず思ってしまうくらい、自分にとっては何とも煮え切らない、そんな初めての心療内科でした。その後帰り道、車を運転しながら、やっぱり消化不良だな、なんかモヤモヤするなっていう気持ちがどうしても消えなくて、でもそんなことを考えていたら、もしかしたらって気づいたことがあったんですよ。私が頼るべき人間はお医者さんではなくカウンセラーの人なんじゃないかって思ったんですよね。きっと心療内科の先生は自分の抱えていることが不安でしょうがなくて、日常生活に支障が出てるとか、きっとそういう人たちを助けるための仕事をするそんな人たちなのかなって思ったんです。ですから治療の有無、これが一番最初に出てきちゃうんだろうなって自分の中では一つ納得できたんですが、であれば私が頼るべき人間はお医者さんではなく、じっくり話を聞いてくれて何か答えをくれるわけではないんですが、考えるきっかけ、ヒントみたいなものをくれるような、そういう人なんじゃないかなって思ったんです。ですからお医者さんではなくカウンセラーさんに同じ話をしてみようって思ったんですよね。運転中の車の中でそんなことを思いついてしまったので、そのまま家に帰るつもりだったんですが、車を違うところに止めて車の中で調べました。この近くに僕の話を聞いてくれそうなカウンセラーさんはいるのか調べたんですが、自分の中でここだっていうのが見つからなかったんですよね。どうしたらいいかなとそのまま携帯を眺めていたんですが、そしたら電話相談でカウンセラーさんと話ができるっていうサービス、一見怪しそうな感じもするんですが、ちゃんとしたところでした。それを見つけたんです。
ここに電話をすれば、今この場で誰か話を聞いてくれるカウンセラーさんとつないでくれるかもしれない。そう思ってその場で登録をして、そのサービスに登録しているカウンセラーさんの一覧の中からいろんな人がいたので、誰がいいのかもわからず、とりあえず一番上に表示されているカウンセラーさん、これなら間違いないだろう、そう思ってこの人に話を聞いてもらおう、そう思ったんです。よくよく見てみたら、その人はその時間まさに相談待機中ってなってたんですよね。ですから私が今申し込みをすればすぐに話ができる、そういう状況だったんです。何の迷いもなくかけました。どんな人なんだろう、でもいろんな資格も持ってるし、僕の話を上手に聞いてくれるかもしれない。これで何か答えを見つけたいとは思わないけど、何かが見つかればな、そんな期待を持って電話口で待っていました。そしたらガチャッ、もしもしって電話がつながったんですよね。で、私ももしもしって言って会話がスタートしていくんですが、会話の内容は残念ながらほとんど覚えていません。なぜかというと、そのカウンセラーさん、女性の方だったんですが、声があまりにも大きすぎたんですね。私、声が大きい人とか声に圧力がある人、すごく苦手なんです。電話越しでもわかるぐらい、耳のスピーカーを突き破ってくるんじゃないかっていう圧がありましたね。あとはなんとなくですが、話していて相手の目線が自分よりちょっとだけ上にあるような気がしたんです。話し方なのかなんかわかりませんが、私はできればもうちょっと同じくらいの目線でゆっくり優しくお話をしてくれる方が良かったなーって今となっては思うんですが、その時は分かりませんでしたから、電話からの第一声を聞いた瞬間に心のシャッターを閉じました。逆にああいう人がいいっていう人もいるんだと思います。とても元気でポジティブで前向きな感じの喋り方をする人、そのおかげで元気になれましたっていう人もきっといるでしょうからね。その先生が私に合わなかったっていう、ただそれだけのことなんでしょうが、それもまた時間とお金がもったいなかったなーって感じてしまいましたね。なんか今日は長々とお話ししてしまってごめんなさい。でも初めて行ったので記録として誰かに話しておきたいなって思っちゃったんです。心療内科もカウンセリングも受けて
もったいなかったなっていう感情がほとんどなんですが、でもその中で一個少し前向きというんでしょうか、人によっては後ろ向きに見えるかもしれませんが、自分の中で心が固まったことが一個だけあるんです。私はこれからの人生、やっぱりこれまでと同じく誰かに相談したりとか悩みを聞いてもらうという生き方はしなくていい。自分の中で一つ決心みたいなのが出来上がりましたよね。もういいかな、自分で何とかするからもういいよ、そんなことを思ってしまいました。ですがそんな私も言いたいことを言ったり、皆さんが言えないことをここで聞いたり話をしたり、そういうふうにできる場所としてこの隠れ家がありますから、この隠れ家があれば十分じゃないか、ここが一番居心地がいいし、言いたいこと言えるし、皆さんのいろんな話も聞けるし、ここでいいじゃないの、そんなことを思いましたよね。それが私にとっては今回の唯一の収穫とでも言いましょうか、良い気づきだったような気がしますね。すみません、長くなってしまいました。今日はこのあたりにしておきましょうか。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございました。また、私の話を聞いてもいいよという時、あなたがお話ししたい時ももちろんです。誰かのエピソードに触れたくなった時は、ぜひお立ち寄りください。それでは、おやすみなさい。ああ、もちちゃん。今日はさ、この間、心療内科に行って、なんか煮え切らなくて、その後、勢いで電話カウンセリングも受けたけど、そっちもなんかなって思ったっていう、まあ初めての体験を誰かに話しておきたくてね、そんな話をしたんだけどさ、猫っていいよな。いや、生まれ変わったら猫になりたいよね。ごめんね、もちちゃん。猫も猫で大変だと思うんだ。人間にはわからない苦労を君たちはしてるんだと思うよ。でもさ、明らかに人が抱えている悩みと同じ悩みは抱えないだろう。僕からしたらさ、お腹すいたらご飯食べて、眠くなったら寝て、気が向いたら散歩に行って、そう見えちゃうんだよ。いや、わかるよわかるよ。そうじゃないこともきっとあるんでしょ。でもなんかそう見えちゃうんだよね。人間が抱えている余計な感情とか悩みとか、多分そういうのってないんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど、すごい羨ましいなって思うよ。だってさ、猫ちゃんたちはなんで生きてるのかとか考えないでしょ。人間はそういういるのかいらないのか
別に考えなくてもいいようなことを考えちゃうんだよな。だから羨ましいよ。そんなこと考えないで生きていきたいもん。あれかな、ただただ本能で生きていけばいいのかな。僕もお腹空いたらご飯食べて、眠くなったら寝て、遊びに行きたいと思ったら遊びに行く。そうやって生きてみればいいかな。憧れるね。許されるかな。一週間ぐらいそれで生きてみようか。いやー、なんかそれはそれで別に余計なこと考えそうだよ。それこそ自分の存在意義みたいな、そんなこと考え出すよ。それが人間なんじゃない？だから羨ましいよ、猫ちゃんは。猫にしかない悩みもあるんだろうけどね。どんな悩みがあるか聞いてみたいよ。猫ちゃんたちは何を考えてるのか。じゃあもちちゃん、今日も帰ろっか。